はい、この度 JAXA 宇宙飛行士に認定されました米田あゆと申します。今日はお忙しい中お集まりいただき、また配信でも多くの方にご覧くださり、ありがとうございます。今ご説明がありましたが、宇宙飛行士候補者としてですね、約1年半にわたる基礎訓練を行ってまいりました。基礎的な知識であったり、科学の知見だけでなく、今後宇宙に行くにあたって必要な実際の体を使った地図記の訓練も行ってまいりました。たくさんの方々ですね、 JAXA だけではなく、他の企業の方であったり、他の団体の方、また他の宇宙機関の方にお世話になって、訓練を進めることができました。改めてこの場をお借りして感謝を、伝えさせてください。ありがとうございました。これからですね、宇宙飛行士として、訓練新たに励んでいくわけですけれども、今宇宙開発すごく激動の台にいると思います。これまで日本が ISS で生かした知見を生かしてですね、今後アルテミス計画の下で月、そして火星に向かっていく、また宇宙の空間はですね、いろいろな企業だったり産業、民間民主導となってですね、いろいろな経済活動が行われていく、そういった様々な面が見られる宇宙の中でですね、私自身がどのように活躍していけるのかしっかり考えながら、そして何よりですね、これから活躍していくであろう若い世代、子どもたちに向けて宇宙の魅力だったり、何かに一生懸命取り込むっていうことはとても楽しいことなんだっていうことを伝えられる、そんな宇宙飛行士になってまいりたいと思いますので、引き続きどうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では続きまして佐さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。今日はお忙しい中お集まりいただきどうもありがとうございます。この度 JAXA 宇宙飛行士として認定されました諏訪誠です。どうぞよろしくお願いいたします。私は基礎訓練、2023年の7月に始めまして、この月曜日に認定をいただきましたけれども、その間、本当に多くの方々たちが、直接的あるいは間接的にご支援、ご協力いただいて、無事に、訓練を終えることができました。ほっとしているっていうのもありますけれども、やっぱりこれからまだまだ、先ほどのお話ありましたように、クリアサイメント訓練、一向上訓練で続いていくわけですので、また今後一歩一歩、気を引き締め直して、それでも楽しみながら、訓練に挑んでいきたいなというふうに思っています。で、宇宙開発、本当に、米田飛行士の方からもありましたように、今過渡期で、これから、国際宇宙ステーションから、探査の時代、そして様々な商業的なプレイヤーも入っていく中で、やっぱり、変わっていく環境に適応しつつ貢献できる、そんな宇宙飛行士を目指したいなというふうに思っていますし、その中でもやっぱりしっかりと科学的な成果を創出して、その成果っていうものをね、地球に届けるっていう、そういったことも非常に重要になってくると思うので、そういったことも合わせて貢献していける宇宙飛行士になりたいと思っています。まだまだ本当に今後、一層の努力が必要ですけれども、頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、先ほど2人もおっしゃったように、宇宙開発 の過渡期という言葉もあったように、宇宙飛行士の皆さんの役割というか任務も幅が広がっているのかなと思うんですけれども、特にこういう任務に就きたい、興味があるというのがもしあれば教えてください。じゃあ米田さんからお願いします。ご質問ありがとうございます。おっしゃっていただいたように、これまでの宇宙飛行士とはだけでなく、かなり広い範囲で活動の幅っていうのがさらに広がっていくのかなっていうふうに思うと同時に、我々宇宙飛行士がある種広げていく、こんなことも宇宙飛行士ができるんだよっていうふうなことを発信していくことが大事かなっていうふうに思っています。で、具体的なミッションということではないんですけれども、私自身はどんなミッションであっても柔軟に対応できる、そういった宇宙飛行士になりたいなと思っています。佐さんお願いします。はい、宇宙飛行士としてのその基礎となる部分ですかね、この状況認識とか決断力だとか、そういったところはきっと今後ミッションの目的とか行き先が変わっても共通する部分だろうなっていうふうには思うので、やっぱりそういった基礎的な部分はきちんとしっかりと磨き続けていきたいなっていうのがあります。それで今後より一層難易度の高いようなミッションが出てくると思うんですけれども、
っぱりこう、それを成功に導くためには、まあ、JAXA の宇宙飛行チーム、これ強いチームがあって、まあ、誰が言っても大丈夫だ、みたいなことのようなチームを作っていくことが重要だと思うので、私もその早く、強いチームの一員になれるように、今後も頑張っていきたいと思っています。はい、ありがとうございました。では、続いて、前の。あ、フリーランスの茜と申します。米田さん、諏訪さん、認定おめでとうございます。月曜日に認定を受けたということなんですが、訓練者の時から、今、晴れて宇宙飛行士ということで、訓練者という言葉が、取れて、自分自身何が一番変わったか、このまた2日ぐらいなんですけれども、心構えとか、これまでの経験とか思い起こして、何が今一番変わったかということをお二人に伺いたいと思います。私から、そうですね、何が一番変わったかって結構難しい質問なんですけれども、やっぱりその、まあ、訓練これからも続いていくわけで、より難易度の高い訓練に挑んでいかなきゃいけないなっていうのがあるので、やっぱりそこら辺や今まで基礎訓練で学んだことをベースに頑張っていかなきゃなっていう気分を新たにしたところです。でやっぱりこれからは、まあ訓練をずっと受けて、まあ、今後も訓練は受けていくんですけれども、まあ、本当に一方的にインプットをいただくだけであったとは思うんですが、まあ、今後はちょっとずつまたアウトプットも求められてくる、そんなフェーズになってくると思うので、まあ、何かこう今の立場としてできるのかということも合わせて考えながらやっていければなというふうに思いました。はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、候補者だった時は、まず、宇宙飛行士になるための訓練を積むっていうところに主眼が置かれていて、たくさんのことを本当に学ばせていただいたんですけれども、今回宇宙飛行士になってですね、逆に宇宙飛行士としての責任っていうものは何かっていうのを少しこの数日考えることがありました。でこれまで教えていただいたことをですね、糧に何か次に私は何が恩返しできるのか、宇宙飛行士としての責任をこれからも考えていきたいなというふうに今思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では会場の方、その他ご質問ある方、挙手をお願いいたします。では、すみません、じゃあ、あちらの、はい、2番目の前田の方、お願いします。すみません、 NHK の記者の香川と申します。米田さん、諏訪さん、改めて認定おめでとうございます。お伺いしたいのは、2人は選抜試験の段階から月面探査ということを想定した募集要項にもありましたし、試験の中でもそういうことを問われたりとか、訓練の中でもそういうことを意識した訓練というのがあったと思うんですけれども、改めて今、日程後に月面探査への思いというのをお二人それぞれ聞かせていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。おっしゃっていただいた通りですね、この基礎訓練の間ですね、国際探査にも目を向けた訓練というのを行ってまいりました。具体的には惑星の天文学だったり、惑星学だったり、あとはそうですね、実際にローバーが開発されている現場にお邪魔させていただいて、実際のローバーの開発の現場、また開発に携わられている方とのお話をさせていただきました。で日本人が、また我々の訓練の途中にですね、日本人がアルテミス5位ローバーの飛躍、ローバーでの取り決めをもとに日本人が月に、降り立つっていうふうな取り決めがなされていたところで、日本人宇宙飛行士、もちろん誰になるかはわからないんですけれども、我々のチームの中の誰かが行く、そういうところで、みんなで一緒になって月に行くにあたって何が必要なのかっていうことを改めて考えさせられるなっていうふうに思っています。そうですね、やっぱり月へ向けての技術開発、ローバーもそうですし、が進む中でそれを間近で見られながら基礎訓練をできたっていうのは本当に幸せなことだったなというふうに思っています。やっぱり月を目指すっていうのは、科学的な意義も非常にあると思いますし、そもそもやっぱり月に行くっていうこと自体ワクワクすることだと思うんですよね。やっぱりこれ今後の、日本今後10年20年の大きなプロジェクトになっていくと思うので、その中でやっぱり自分ができることは何なのかっていうことを、ちっちゃい一人の宇宙飛行士という存在になるかもしれないですけども、できることは何なのかっていうことを常に考えてやっていこうっていう気を新たにしましたし、やっぱり具体的にその月の開発に関することとか、あるいは地質訓練とか、
まあ、定期度ではなかったような、訓練をこう得るに、従ってですね、やっぱり、ちょっと具体的にどういうことが必要なのかということを考え始めたっていうところですので、まあ、今後ともそういったような、何ができるかっていうことを、まあ、考えつつ、訓練に励んでいきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。で、会場からの質問を続けたいと思います。では、飯田さんお願いします。ありがとうございます。日刊工業新聞社の飯田と申します。今回、認定おめでとうございます。お伺いしたいのは、お二人はもともと宇宙関連ではなくて他の分野から宇宙飛行士になられたと思うんですけれども、この約1年半の訓練で実際にこの宇宙の世界に入ってみて、改めてこの有人宇宙開発っていうものだったり、月っていうもの、まあ今は月のお話ちょっとありましたけれども、月っていうものに対するその印象だったりとか、その新しい目が見えたっていうところのがあったら、ぜひ教えてください。お願いします。私から、そうですね。やっぱり外からこう宇宙開発を見てた時にって、その宇宙開発ってやっぱりロケットが上がって、衛星が上がって、まあ宇宙飛行士が行ってっていうところあるんですけども、割と無機質的な、そんなイメージが実は自分が持ってたんだなっていうふうに、こう訓練を受けて気づきました。でも当たり前のことなんですけども、それぞれのそういった技術的なシステムの裏には、エンジニアの人とか技術者の人の熱い思いがあったりとか、まあ、人がいて、その人たちの顔があって、でその人たちがいろいろなこうチャレンジをこう乗り越えてきたっていう、そういうお話もいろいろと聞く機会があって、いや本当にこう、なんですかね、宇宙開発、その宇宙機の裏側にある人間の姿っていうのがちょっとずつ見えるようになってきたっていうのが私にとっての基礎訓練の一面で、でそれはやっぱりこの世界に入んないと実感することがなかなか難しかったのかなというふうに思ってまして、それは非常にこの1年間で学ばせていただいたところです。ありがとうございます。そうですね。宇宙飛行士候補者で訓練始めた時には、どんなことを学ぶんだろうっていうことが、こう、あまり結構漠然としていたんですね。で、特にこう、まあ、工学的なことを学んだりするのかなっていうふうな印象はあったんですが、宇宙飛行士になるにあたってですね、まあ、先ほど基礎訓練の内容でもありましたが、こんなにも多岐にわたることを宇宙飛行士の方々は、学ばれていたのかっていうところですね。で、その裏にはですね、諏訪さんからのお言葉もありましたが、まあ、我々の宇宙飛行士訓練で携わってくださった方々、また宇宙開発に携わってくださっている方々の人数の多さだったり、それぞれ一人一人の皆さんの思いの厚さですね。っていうのをすごく感じましたね。で、それがまた今のこの瞬間だけではなくてですね、こう、これまでの、開発に携わられてきた方々のこう思いがこう全てこう積み重なって今の宇宙開発のがあるんだなっていうところをかなり感じていて、またそれも積み上がってきたものを我々がさらにちょっとでも高く積み上げていけるように貢献していきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では後ろの、はい、真ん中の、はい、マスクの方お願いします。共同通信の岩村と申します。よろしくお願いします。これは久留さんに伺った方が良いのかもしれないんですが、宇宙飛行士の活動の場がこれから広がっていくという想定で、この基礎訓練に何かこう取り入れた新しい項目とかはあるんでしょうか。はい、ありがとうございます。筑波で国内の訓練拠点で、国内で基礎訓練を行いましたのは、以前は、古川さん、星出さん、山崎さん、三飛行士の時が、国内訓練、筑波で中心にやったんですけれども、これが、この三飛行士が認定されましたのが、2001年ですから、まあ、23年ぐらい前ですね。で、当時はまだ国際宇宙ステーションの規模もまだ打ち上がっておりませんでしたし、規模の運用は開始されていなかったということと、まあ、前回の飛行士ですと、ゆさん、大西さん、金さん3名で、こちらこの3名が認定されたのは2011年ということで、まあ、13年前ですけれども、ちょうど2009年に規模が完成しまして、本格的な利用が開始されてますよねということで、成果が上がり始めたところでした。で、今回のこの諏訪さん、米田さん、諏訪さんの基礎訓練の時というのは、
先ほどのようなその有人、探査計画の、を見据えました。そのようなちょっと見据えた訓練もそのメニューの中に、具体的に取り入れておりまして、そこがまあ新しいところかなというところです。まあ、具体的にご紹介しますと、例えば、地質学訓練の準研野外実習ですね。特にその、まあ、今回は浅間山のあたりでしたけれども、火山的、火山活動のような、そこは観察できるような、場所をフィールドワークのところに取り入れまして、地質学訓練。これは月探査ですとか火星探査での、素養につながるような知識を学ぶということで、取り入れております。それから月ですとか火星の探査に向けた素養を身につけるという目的のもとに、国立天文台ですとか、それから宇宙科学研究所の研究者たちの協力を得ましてですね、そういった講義ですとか、そういったものも取り入れておりますので、まあ、そういったところが今回、新しい要素かなというふうに思います。はい、ありがとうございました。じゃあ会場からでは、前の真ん中の、はい、林さん。フリーライターの林です。今回おめでとうございます。先ほど宇宙開発は激動の時代だというふうにおっしゃっていたんですけれども、地球にも様々な激動の時代だと思うんですね。日本だと震災であったり、環境問題であったり、紛争が絶えないと。そういった地球の現状に対して宇宙開発が何ができるのかという点について、特に先ほど他の分野から入ったお二人がそれぞれのご経歴を生かして、どんな風にまた宇宙に向かい、また地球の課題に解決していけるのか、そういったお考えをぜひお聞かせいただければ。ご質問ありがとうございます。おそらくまだまだ可能性っていっぱいあって、それを最大、可能性を最大化できてないのかなっていうふうに、思ってます。で、私、今前職で国際開発っていうような仕事をしてきて、まあ、アフリカとか、まあ、アジア太平洋で、防災とか気候変動対策っていうような仕事をしてきたんですけれども、やっぱりその地上にある、こう、様々な解決策っていうものが伝統的にありましたけれども、まあ、それに今加えて、やっぱり宇宙からの、例えばデータであるとかっていうものをどう使うのかっていう議論は非常にあって、で、もう実際もちろん使われ始めているところではあるんですけれども、これまだまだ、有効に活用していく、そういう余地はあるんじゃないかっていうふうに思っています。ですので、やっぱりそういうところは一層進めていくっていうところはありますし、で、あとやっぱりこう、そういう国でもやっぱり次世代を作っていく若者たち、それ科学とか技術とか、あるいはそれこそ防災とか地球科学とかに、こう、頑張って仕事をしていこうっていう人たち、やっぱりこういうのが増えていく、方たちが増えていくってことが非常に重要で、そういう方たちのこう宇宙開発っていうのはそういう方たちがその科学とか技術とかに興味を持つ、なんか良いフックになるのではないのかなっていう気は非常にしています。で、まあ私、今、途上国で、教鞭を取った経験もあるんですけれども、やっぱりその中でもやっぱり宇宙っていうことに対する、その若い人たちの、若者たちの食いつきってやっぱりすごいものがあるので、やっぱりそういったところも今後、まあ最大化していきたいと思いますし、まあ日本も、実際その、日本の宇宙実験との希望を使って、アジア太平洋の国々の、若い人たちにいろんな実験をしてもらったりっていうことをしてますけれども、やっぱりそういったような取り組みも、この今後引き続き、まあ重要になってくるんじゃないのかなっていう気がしています。はい、ありがとうございます。そうですね、もともと私は、医者として宇宙飛行士候補者になる前は働いていたんですけれども、宇宙でしかできないこと、宇宙で、そうですね、宇宙で得られる知見、で、地球ではなかなか得られない知見っていうのは、あると思います。で、そういうものは実際に希望の、日本実験棟でも行われているんですが、例えばですね、まあ、宇宙空間に、生物がいた場合、人間も含めてですが、加齢現象に似たことが起きると言われています。で、そういった中でですね、人間が、生物が地上で加齢を予測するっていうのはなかなか難しい時間っていうのが、みんな平等に進んでいるのでですね。なんですが、宇宙に行くとそういった加齢の現象がかなり短いスパンで起こるっていうことが知られています。で、その、知見ですね。そういう加齢現象が起こるときに体の中で何が起こっているのか、またそういったところ、ときに、どういったこうお薬が作用するのかっていうことをですね、宇宙に行くと予測ができて実際に実験ができるんですね。
そうすると、まあ、今、地球であったり、社会全体で、こう、高齢社会が進んでいるっていう話がありますけれども、まあ、様々な病気であったり、そういった加齢現象に対して、宇宙でしか得られない、宇宙だからこそ得られる知見を、地球にフィードバックすることで、より、より健康な、そうですね、医療につながって、地球の医療につながっていくのではないかなっていうふうに考えている次第です。はい、ありがとうございます。ちょっとここで一旦ウェブからのご質問をお受けしたいのですが、WebEX でご参加のメディアの皆様、チャット欄の方に書き込みを、ご質問ある方は、お名前として、ご所属をお書きいただければと思います。いかがでしょうか。ちょっとまだ確認ができないようなので、では、申し訳ありません。一旦また会長のご質問もたくさん、挙手が、ありますので、そちらの方を、進めさせていただきますが、WebEX の方でもご質問ある方は、並行してお名前書き込んでいただければ、随時、そちらの方に、順番を、はい、チェンジしてまいりますので、よろしくお願いいたします。では、こちらの、男性の方。はい、日本放送は畑中と申しますが、この度はおめでとうございました。先ほど、まあ、基礎訓練の内容の中に、自己の健康管理というのがありました。何と言いましても体が資本だと思います。で、この自己の健康管理のために、この選抜前とは違う心がけと言いますか、今までやったことのなかったことをやったとか、あるいは好きな食べ物をちょっと我慢したとか、何か、あるいは普段通りだったのか、そのあたり何かこう変わったことがありましたら、何か気がつくことがありましたら、お話しいただけますか。はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、基礎訓練でも、体力訓練っていう項目があったんですけれども、週に2、3回必ず、体力トレーニングっていうものが訓練の中に組み込まれておりました。で、一番最初に比べると、まあ、筋力トレーニングもですね、少しずつレベルアップして、まあ、自分自身でも筋力は少しついてきたかなっていうふうに思うところと、あと一つ、生活環境として変わったこととしては、まあ、前職が医者であったっていうこともあって、やはり、かなり不規則な、生活をしていたんですけれども、今回宇宙飛行士候補者になってからはですね、自分の体も大事で、体を休めることも仕事だと思いなさいっていうふうな言葉をいただきまして、しっかり、夜は睡眠をとるようにしていたっていうことは一つ大きな変化でした。私は基礎訓練の前は、アメリカに住んでまして、基礎訓練の開始と、同時に日本に帰って生活を始めたんですけれども、やっぱり日本ご飯が美味しくてですね、どうしても食べ過ぎちゃうことがあって、いやこれはいかんなということで、まあ、選抜前から走るっていうことをちょっと趣味にしておりまして、変わらず、走り続けています。それで、まあ、あと、その選抜の前だと、いろんな、ちょっと球技とかも、まあ、バスケットボールとかも実はちょっと遊んだりしたりしてたんですけれども、まあ、なかなかちょっと怪我のリスクとかを考えると、そういったことができなくなったので、まあ、あとは、まあ、トレーニングの一環として、ジムも入っていたりとかっていうのがあるので、まあ、ジムと、まあ、走るのと組み合わせながら、日本の美味しい食事のカルビーをキャンセルアウトするように、努力をしてまいりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では次の質問、すみません、こちら先でよろしいですか。時事通信の神田と申します。シンプルな質問なんですが、訓練を終了して認定したという知らせはどういう形で受けたのかということと、まあ、その瞬間の、まあ、率直なお気持ちをお聞かせください。はい、そうですね。認定は、21日に認定をしていただいたんですけれども、認定をするかどうかっていうような、こう、会合があって、私たちは、まあ、控え捨て待っていて、で、まあ、認定なりましたということで、まあ、その後、引き続き、まあ、認定式ということを行っていただきました。まあ、その瞬間、やっぱり、ほっとしたっていうのもありますし、やっぱり、まあ、今後、まだまだ、宇宙講師としての訓練が続いていくっていうので、まあ、また身が引き締まる、そんな思いでありました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
認定の、ご連絡を受けたのは、まさに、諏訪さんと同じ状況で、同じ控室にいて、二人同時に、認定の、お知らせをいただきました。で、その後、理事長から直接、認定式で認定書を授与していただきました。で、その時の感情としましては、そうですね、嬉しさとワクワクっていうところですね。嬉しさっていうのは、ようやく宇宙飛行士になれた、スタートラインに立てたんだっていうところ。で、ワクワクとしては、これからどんなミッションが待ち構えているかわからない、新しいことにまた新たに挑戦していく、そのことに対するワクワクがありました。はい、ありがとうございます。では、ここでですね、ウェブの書き込みからご質問いただいておりますが、音声がうまくつながらないということなので、こちらで代読をさせていただきたいと思います。日本経済新聞の小玉様からの、草の芽ユニット長へのご質問ということです。で、2人は月に着陸する宇宙飛行士の候補になると思います。そこで NASA との間で月に着陸する宇宙飛行士の訓練の内容を確定しているのか、決まっている範囲で月着陸に向けた訓練、ISS 滞在との違いはどのようなものか、ということをお伺いしたいということです。はい、ありがとうございます。NASA との間ではですね、皆さん、ご存知の通り、今年度、今年の4月の11日に、文部科学大臣と、それから NASA、長官との間でですね、実施取り決めが、締結されました。こちらの実施取り決めといいますのは、有人与圧ローバーを、使用した、月面探査に関する実施取り決め、NASA と、文部科学省との間の間での、実施取り決めということで、証明式がなされましたけれども、こちらの取り決めの中で、日本人宇宙飛行士2名の、月面での、探査に参加するということが取り決められております。で、先ほど、どのようなその訓練ということでの、ご質問だったと思いますけれども、NASA にとってもですね、半世紀以上ぶりの、月面探査計画になります。現時点では、アルテミス1ミッションで、無人機が月の周回を回っても、無事に戻ってきたという、フェーズでして、近々、今度は、有人、アルテミス2ミッションで、宇宙飛行士を乗せた、宇宙船を月を周回させて戻していくといったような、計画のフェーズになっております。月面探査に対しましては、非常に NASA としてもですね、久方ぶりのミッションですので、非常に慎重に準備を検討して、準備を進めて検討しているところでして、そこの中に、JAXA もですね、NASA と対話を重ねながら、調整をしております。そういう意味では、現時点でここで確定的にお答えできるその訓練の計画というのは、まだお答えできないんですけれども、JAXA としましてもですね、初めての挑戦になりますし、NASA もそのような状況ですので、周到に入念に準備をして、訓練を重ねて、訓練を進めていきたいというふうに捉えております。で、月面ミッションについては、米田さん、諏訪さん、お二人も含めた、日本人宇宙飛行士の中から、国際調整、NASA との調整も踏まえまして、実際に月面探査ミッションに参加する宇宙飛行士が決まっていくと。いうようなことと認識しております。はい、ありがとうございます。日本経済新聞小玉様、このような回答ということで、大丈夫ですかね。はい。では、会場の方からの質問を受けたいと思いますが、じゃあ、ね、場内。フリーランスの榎本と申します。この度はおめでとうございます。米田さんも先ほどおっしゃっておりましたが、子どもたちにということで、今回お二人の宇宙飛行士認定というのは、まさにこのニュースで飛び交って子どもたちも見るかと思うんですけれども、そんな子どもたちお二人のこの認定というところで、宇宙飛行士って目指せるんだとか、目標できるんだっていうふうに気づくとか、やる気に満ち溢れる子たちも多いかと思います。そんなお二人に憧れる子どもたちにメッセージをお願いします。ありがとうございます。ご質問。そうですね。まず、どんなことにも勇気を持ってチャレンジしてほしいなっていうふうに思います。
で、そうするとですね、そういったチャレンジ一つ一つが積み重なって、自分の力となって、自分の強み、そして、一人一人の魅力になっていくと思うんですね。そういった魅力が、今後将来の夢、目標に向かってもきっと生きてくると思うので、どんなチャレンジも勇気を持ってトライしてほしいなと思います。まあ、おそらく今はきっと興味があるものがある学校もいれば、そうでない子もいると思うんですけども、本当になんかこれが好きだっていうのがある子ど、皆さんは本当にそれを大切にしてほしいなと思います。で、まあ、興味の対象って本当に変わっててもいいと思うので、その時その時、本当に夢中になれるものがあれば、それはきっと将来の役に立つと思うので、ぜひそれは大切にしてほしいと思います。それでやっぱり、でも、私もそうでしたけども、人生の中では なんか何も興味持てないな、みたいなフェーズっていうのもあると思うんですけど、その時はまあなんか、頑張らずに、なんとなくいろんなことをやってみて、きっとそうやってなんかこうやっていくうちに、また、これ一生懸命やろうっていうものを見つかってくると思うので、焦らずにそういったものを探して、一回見つけたら、まあ、ぜひ一生懸命やってみる。それがきっと次につながるんだと信じてやっていってほしいなというふうに思っています。はい、子どもたちへのメッセージということでありがとうございます。その他のご質問いかがでしょうか。では、真ん中の、こちらの白い柵の方。朝日新聞の佐々木と申します。おめでとうございます。今回の基礎訓練の中で、一番大変だったことが何で、それをどういうふうに乗り越えたのかというのを教えてください。特に諏訪さんに関しては、前職の都合で、訓練開始が、米田さんよりも遅かったというところで、そこで大変だったこともあるかと思うんですけれども、そこも含めて教えていただければと思います。そうですね。かなりいろんな範囲の新しいことを学んだので、その幅広さっていうものにをきちんとこう吸収していくっていうのは、まあやっぱりそれなりの努力がいたとは思うんですけれども、やっぱりこう振り返ってみると、いろんなことが学べて楽しかったなっていうことの方が、まあ先に立つ気がして、こう今振り返ると、基礎訓練楽しかったなっていうような、そんな思い出になっています。で、まあそうですね、皆さんから、少し遅れて、こう、訓練始めたんですけれども、まあ人生十何年かぐらいのアドバンテージあるから大丈夫かなとか思ってたら、意外と全然追いつかれていて、お、頑張んなきゃっていうのを、気分を新たにして、でも本当に岩田さんとね、こう一緒に、こう、訓練をする、機会、この1年半ぐらい恵まれて、彼女からもいろいろも学ばせていただきましたし、本当に楽しかったです。はい、ありがとうございます。そうですね、私も諏訪さんと同様にですね、こう1年半の基礎訓練を振り返ってみて、大変なことはあったかなって思うと、いやでもやっぱり楽しかったなっていうのがまず最初に来ますね。で、その中でも、まあ、何かあったかなっていうふうに考えるとですね、飛行機操縦訓練、小型の飛行機操縦訓練を行ったんですけれども、その中で、自分一人だけで、フライトをするソロフライトっていうのが一つの大きなマイルストーンだったりするんですが、そこに至るためには、まあ、離陸、上空だけじゃなくて、最後のランディングまできっちりまとめないと、ソロに行っていいよっていうふうなことにはならないんですね。で、まあ、行けるかな今日ならソロ行けるはずっていうふうな日が、まあ、何日か続いて、なかなか行けないときは、こう、悔しいなっていうふうには思いましたね。そういった中でも、諏訪さんと一緒に、それぞれアドバイスし合ったり、また先生だったり、あとは先輩の飛行士の方のアドバイスを聞いてですね、無事に、今日行っていいよって言って、ソロフライトを達成したときは、すごく達成感がありました。はい、ありがとうございました。では続きまして、今の方の、こちらのお隣の方、お願いします。M3 の水谷と申します。米田さんに伺いたいんですけども、先ほど宇宙での知見を地球に、その医療的にフィードバックというお話あったんですが、まだその宇宙飛行士としてのキャリアスタートラインなんで難しいかもしれませんが、将来的な医学研究とか医師としてのキャリアについて何かイメージはございますでしょうか。はい、ありがとうございます。まさにおっしゃる通りで、宇宙、先ほど言った、宇宙でしか見つからない、知見っていうことが医療分野でも、必ずあると思っています。で、そういったところでですね、まさにその研究の、を自分がやるっていうことだけでなくですね、実際に患者さんと接した経験からですね、そういった、
医学の基礎的な研究で得られた知見がですね、将来的には実際に患者さんのもとに届いて、まあ、困っている人がより良い思いをしてくださる、そういったところにつながる、その現場を知っているっていうのは一つ、まあ、宇宙飛行士として医療がバックグラウンドにあるものの強みかなっていうふうに思っています。また今後ですね、探査の時代が進む中で、今これまでの宇宙、国際宇宙ステーションよりもさらに遠いところに、向かうわけですけれども、そうした中で、その現場で何かこう、初期の医療対応であったり、あとは、まあもちろん地上とも交信しながらではありますが、医療の知見を生かして、医療対応に当たることももちろんあると思います。で、その中で私が大切だなって思っているのは、まあそういった医療知識のあるものがいることで、周りのクルーの方々がですね、少しでも安心感を持って、で、ミッションに臨んでもらえるっていうことも一つ大事な役割かなっていうふうに思います。何か、ちょっとでも痛いだったり、ちょっとでも何か、こう、体の調子良くないなっていうことがあるとですね、なかなかそれぞれのみんなのパフォーマンスっていうのが十二分に発揮できないと思うんです。で、その中で、まあ、医療バックグラウンドを持ったものとして、で少しでもそういった、まあ、良くない、ネガティブなところを改善に持っていける、安心感を与えられる、そういった存在になれ、なりたいなっていうふうに思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。で、続きまして、一番前、こちらの。ジェイシティサイスポータルの草加と申します。お二人とも大変おめでとうございます。ちょっと少し、先立つ記者の方の質問と少し似て部分的に似てしまうんですが、冒頭、下留さんから、基礎訓練の内容、写真付きで分かりやすくご説明いただきました。それで、振り返っていただいて、少し具体的に、どれが楽しかった、どれがしんどかった、どれが自分得意だった、ちょっと苦手だと思ったっていうのを、ちょっと、なるべく具体的に振り返っていただいて、それでお二人ご一緒にお受けになったと思いますので、それぞれお互いに、この方、これはすごいな、こういう能力はすごいなっていうふうに、ご覧に、お互いに、ちょっと認めれるところがあれば、振り返っていただきたいと思います。お願いします。そうですね、楽しかった、一番楽しかった、思い出に残るって言った方がいいかもしれませんけれども、訓練は私にとっては無重力体感、パラボリックフライトですね。で、まあ初めてこう無重力を体験して、まあ実際国際宇宙ステーションとかで仕事をするとき、こう無重力環境に身を置いて仕事をすると思うんですけれども、やっぱりこのふわふわ浮いてる映像を見て想像するのと、実際自分が無重力を体験するのって、やっぱり結構違って、本当に不思議な感覚だったなっていうふうに思ってます。で、まあ、飛行機の内部、こう、ガランドになったところで、こう、無重力体験するんですけれども、まあ、どういうような動きをするのか、まあ、ぶつからないように、こう、事前に指示されて、それぞれの回の時に、まあ、こういうふうに動くみたいな話があって、一回、こう、飛行機の天井に、こう、腹を向けて、無重力の時に、で、こう、ぐるって回るような、そんな、動きをしたんですけれども、その天井に、まあ、普通に考えて、こう、スパイダーマンみたいに、こう、天井に、こう、貼り付いている絵を想像していただければいいと思うんですけれども、なった瞬間に、その天井が急に床に感じたっていう、その感覚が非常に面白くて、まあこれが本当にずっと続いているのが ISS だと思うので、これどうなのかなって、本当に想像力をかき立てられる訓練だったという意味で、非常に面白かったなというふうに思っています。で、まあチャレンジングだった。やっぱりそうですね、やっぱりこう操作、まあ先ほど米田飛行士の方にもありましたけれども、飛行機は、やっぱり最初初めてのことが多かったので、こう感染感と、こう更新をしながら飛行機を飛ばすっていう、どっちがおろそかになってもダメだって、まあ、まさにマルチタスキングなんですけれども、まあ、それはやっぱりちょっと最初慣れるまで時間がかかりましたし、チャレンジングだったかなというふうに思いますけれども、まあ、これも新しい経験だったので、どっかで楽しもうと、こう、自分に言い聞かせた部分はあったのかもしれないですけども、まあ楽しかったです。で、まあ、岩田さんといろんな訓練一緒にやってきましたけれども、まあ、彼女はやっぱりクイックラーナーって言うんですかね。何事もこう、やっぱり、理解するのが早くて、やっぱり、もうそこからいろんなことを学ばせていただきましたし、で、座学でもこう、いろんな質問をするんですけれども、やっぱり私とはまた違った観点から、質問をされることが多かったので、まあ、そういったような、その質問を見てても、ああ、なるほど、こういう考え方があるのかっていう、まあ、本当にバックグラウンドが違うので、その非常に興味深い、体験でした。はい、ありがとうございます。印象に残っている訓練としては、
低圧環境施設の訓練があります。で、久留ユニット長からも、お話があったんですけれども、低圧環境を我々宇宙飛行士はですね、訓練として行います。どうしてかというと、宇宙機だったり、国際宇宙ステーションで何か急減圧が起こった時ですね、宇宙っていうのは、圧力がない環境なので、で、人間が住むところは与圧されているんですけれども、そこに何かこう、例えば何かとぶつかったりした場合、急減圧が起こるんですね。そうすると、減圧症といって耳がこう外の圧が強すぎるので耳に圧力がかかったりですね、あとは低酸素症といって、体の中の酸素の濃度が下がっていく、そういったことを医療 の、 適切な管理のもとで行いました。で、一つすごく興味深かったのは、低酸素症っていうのはですね、苦しく感じないんですね。苦しく感じないままに認識能力が落ちていったり、あとは、色覚ですね。こういったこう色の度合いっていうのがだんだん落ちていくんですね。で、そうしてる間に、認識レベルが落ちていて意識を失うって、苦しくないままに意識を失ってしまうことがありまして、それっていうのは、知らないと気づけないなっていうふうに感じました。で、自分自身の体で起こっている。で、実際、座学でも聞いたりはしているんですけれども、どういった感覚なのかっていうのを知っておく。知っておくと初期にすぐに対応できる、酸素をつけたりですね、対応できると思うので、そういったことを実際、施設としては、大きな施設にはなるんですけれども、そういったところで実際の訓練させていただいたというのは非常に興味深かったですね。で、チャレンジングな訓練としましては、ロボットアームの訓練ですね、ロボットアームの訓練を、日本とアメリカ NASA と、あとは、カナダの CSA で行いました。一番最初、日本のジェモ RMS、希望についているアームの操作を日本で行って、で、ステップアップをしていくような形で、アメリカ、カナダで行っていったんですけれども、やはりですね、こう、アームを操作する中で、自分の手で動かしていくんですけれども、カメラの数が限られているんですね、宇宙ステーションで。で、そのカメラの操作をするだけじゃなくて、カメラの位置を把握して、で、どこから見るとアームの動きが捉えやすいか、そういうのを認識するまで少し時間がかかりました。で、そういった中で、ISS は90分で地球の一周するので、明るくなったり暗くなったりが45分で繰り返されるんですね。なので、一つのタスクの中ですごく明るくて見やすい時もあれば、暗くなると見にくくなったり。そういう、実践に応じたですね、難しさっていうのをロボットアームでは感じましたし、そういった中で、NASA の飛行士であったり、日本の先輩宇宙飛行士にアドバイスを聞きながら進めていくことができました。で、基礎訓練、諏訪さんと一緒に行わせていただいたんですけれども、諏訪さん、何よりもですね、常に落ち着いていらっしゃるなっていうところですね。で、CRM 訓練でパイロット操縦の訓練を行ったんですけれども、やはりこう、訓練負荷を高めるっていうところで、少しこう、エマージェンシーが入るんですね。エマージェンシーの状況を作って対応するんですけれども、どんなエマージェンシーがあっても、諏訪さんやはり落ち着いていらっしゃる。で、私はそこにかなり救われた時もありました。で、その、クール、落ち着いてらっしゃるっていうところだけじゃなくてですね、こう、何か人が集まった時には、すごくこう場があったかくなるような、人笑い起きるような、こうそういった側面も持っていらっしゃって、それは本当に日本の中の日本のいろいろな様々な方だけじゃなくて、世界の宇宙機関に行った時だったりにも、場を盛り上げていらっしゃってですね、そういったコミュニケーション能力っていうのは諏訪さんからたくさん学ばせていただきました。ありがとうございます。はい、具体的なエピソードありがとうございます。で、そろそろ時間が近づいてまいりましたが、まだ挙手されている方多いので続けたいと思います。で、WebX の方での書き込みももしございましたらば、お名前とご所属書いていただければ、順次、そちらの方に、ご質問、対応させていただきますが、まだ書き込みが、ない場合は、まだ、会場の方で続けておりますが、はい、
適切なタイミングで書き込みいただければと思っております。では会場の方から続けます。後ろの。日本経済新聞の川原です。月面油圧ルーバールナクルーズに対するお二人の期待のコメントを伺いたいです。実際に開発の現場も見られて、エンジニアの方のお話も聞かれたというふうに先ほどおっしゃっていましたが、このルナクルーザーの技術について、どう感じられたのかということと、また将来この月面で、この月面探査車を運転したいと思ったのかっていう、運転されたいと思っているのかという、この2点を伺いたいです。はい、基礎訓練の中でルナクルーザー、有人圧ローバーの、開発現場に訪れさせていただいて、技術者の方たちとご意見交換をしたりっていう機会をいただいて、実際のモックアップも中に入ってこう見せていただいたんですけれども、本当にいろいろなご説明もしていただいて、本当にいろいろなこう知恵とアイディアと、で、日本の今まで培ってきた技術がぎゅっと詰まっている、そんな、ローバーになりつつあるんだなっていうのを感じました。もちろんこれからその実際にこれを打ち上げて月面で走行させるまでには様々な技術的な課題があると思うんですけれども、本当にみんな楽しそうにこう開発に取り組まれていて、本当に心強い気がいたしましたし、これローバーが有人圧ローバーがその月面を走っている姿っていうことをこう想像すると本当にワクワクするそんな思いでした。で、月面、これ、本当に走って、こう、運転するっていう日が来ると、これ本当に楽しみなんだろうなっていう気は、実際なんかちょっと、中のモックアップで、こう、動かせる、シミュレーターみたいので動かせるっていう体験をさせていただいたんですけれども、非常に面白かったですね。実際本当に月面走るとどうなんだろうっていう想像は書き立てられました。はい、ありがとうございます。ルナクルーザーの開発現場に実際にお邪魔させていただいて、中に入るとですね、こういかに我々宇宙飛行士が滞在しやすいかということをすごく考えてくださっている印象を受けました。で、限られた空間で、また月月面に運ぶのに限られた重さだったり制限もあるんですけれども、そんな中で宇宙飛行士がどう暮らしていくのか、有人圧ローバーはですね、動く車でもありながら住む車にもなるんですね。で、我々、宇宙飛行士が、数週間滞在するっていうところでいろんな課題があるっていうことも聞きましたが、そういった中でそれぞれの開発者の皆さんがですね、これまでの培ってきた技術だけでなく新たな可能性ですね、どういった違うことが可能性としてできるんだろうっていうことをすごく深く考えておられたっていうのが印象的でした。またチームとしてでもですね、JAXA だけでなくて、他の様々な民間企業の方がですね、一緒になってこのルナクルーザーっていうものを作って、で、また宇宙開発を盛り上げていくんだっていうことを、その意気込みという、気概っていうものをとても感じましたし、そういったチームの一員になれるっていうことも私自身とても嬉しく思っています。で、ルナクルーザー、そうですね、月面を走る日が待ち遠しいですし、もし可能であったらもちろん運転してみたいな、月面で運転してみたいなというふうには思います。はい、ありがとうございます。では会場からのご質問を引き続き受けますが、じゃあ一番後ろの方お願いします。テレビ朝日の長留と申します。よろしくお願いいたします。正式な認定を受けて、ご家族であったり、ご友人とどういったやり取りがあったのか、また先輩の宇宙飛行士から何かメッセージを受けたというものがありましたら、教えていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。家族、そして友人、それから先輩の宇宙飛行士、皆様からおめでとう。でもここはまだまだスタート地点だから、特に先輩の宇宙飛行士の方たちはまだまだスタート地点で、これから本番だから頑張ってねっていうような激励のお祝いの言葉と、激励のメッセージをいただきました。で、本当に訓練の期間中、家族もそうですし、友人もそうですし、先輩の宇宙飛行士の方々、本当に支えてくださって、
で、アドバイスもたくさんいただいて、ここまで来れたっていう気がするので、私も本当に感謝をしている。その感謝を新たにいたしました。はい。私自身もですね、認定を受けてから、家族だったり、友達、友人からはですね、まずはおめでとうっていうこと、で、これからも頑張ってねっていうことを、コメントでいただきました。で、その中で、私自身も頑張らなきゃなっていうふうなコメントを友人からいただいたときは、すごくそれが嬉しかったですね。自分の、こう、頑張りだったり、自分がやってきた活動っていうのが、他の誰かのこう力になってるんだ、勇気をこう少しでも上げることができているんだっていうことを改めて感じる、今回のこの認定のイベントだったので、そういったことを新たに、で、また皆さんにも、からも、私自身もたくさん勇気をもらう部分があるので、そういったこう勇気をこう受け渡す連鎖がさらに生まれていけばいいなっていうふうに思っています。はい、ありがとうございました。そろそろお時間が迫ってまいりましたので、まずWebEX からのご質問の方は、ちょっと書き込みが今見当たらない状態ではございますが、これにて終了とさせていただきます。Web からのご参加、ありがとうございます。まだ、会見の方は会場の方のご質問を受けたいと思いますので、続きます。それでは会長の方から挙手、ご質問の方いらっしゃいますかね。大丈夫ですか？会長の方も、大丈夫そうですかね。はい。はい、ありがとうございました。本日は、では、これにて、質疑応答の時間の方を終わりにしたいと思います。たくさんのご質問、ありがとうございました。では、これにて、中継の方の、記者会見は、終わりにさせていただきたいと思います。皆様、ご参加ありがとうございます。それでは、最後に、両、飛行士からの、はい、最後の言葉を頂戴していただけますか。お願いします。はい。改めて今回 JAXA 宇宙飛行士に任命された米田あゆと申します。これまで訓練支えてくださった多くの方々に改めて感謝の気持ちでいっぱいです。これから宇宙飛行士として新しいスタートを切りますが、自分が宇宙開発、日本の有人宇宙開発にですね、どういった貢献ができるのか、どんなミッションが来ても柔軟に対応できる、そういった宇宙飛行士になれるよう頑張ってまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。宇宙開発は本当に多くの人の努力と、そして多くの人のその支えと応援があって成り立ってるんだなっていうのをこの基礎訓練を通じて感じました。で、まあこれから本当に難易度の高いミッションが次々と待ち構えているわけですけれども、まあこれもやっぱり一丸となってね、こう乗り越えて難しい課題を克服していけるんだろうと私は信じています。で、その中でやっぱり宇宙飛行士として貢献できるところは何なのか、きちんと考えながら今後も宇宙飛行士として頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。